第46回スーパーボールは2012年2月5日にインディアナ州インディアナポリスのルーカス・オイル・スタジアムで開催されたアメリカンフットボールの試合2011シーズンの NFL の総決算ニューイングランド・ペートリオッツとニューヨーク・ジャイアンツの対戦となったこの対戦は第42回スーパーボールと同じカードになった試合は第49に ジャイアンツが逆転21から17で勝利した。MVP にはイーライ・マニングが選ばれた。2008年5月に開催された NFL オーナー会議でヒューストン・グレンデールを破り、インディアナポリスでの開催が決定された。インディアナポリスでのスーパーボール開催は初のことであり、寒冷地での開催もデトロイト、ミネアポリスに続いて4回目となる。 2011年シーズン開幕前、労使協定問題の交渉が難航し、3月から8月にかけてオーナー側がロックアウトを行ったため、一時開催が危ぶまれた。AFC 代表ニューイングランドペイトリオッツは、今大会と同じく、ジャイアンツとの対戦となった第42回、大会以来、4年ぶり7度目の出場である。勝利すれば、 マクナブ、ウェストブルックといった選手が所属していたイーグルスを破った第39回大会以来、7年ぶり4度目のスーパー。NFC 代表ニューヨークジャイアンツは、今大会と同じく、ペイトリオッツとの対戦となり、ヘルメットキャッチと呼ばれる、スーパープレイが誕生した第42回大会以来、4年ぶり5度目の出場である。勝利すれば、4年ぶり4度目のスーパーボール制覇となる。 両チームがスーパーボールで対戦するのは2度目である。QB ブレーディ w ブルー B、ウェルカーペイトリオッツは第8週のピッツバーグスティーラーズ戦、第9週のジャイアンツ戦に連敗したが、残り試合を全勝し、13勝3敗の成績で AFC 東地区優勝、AFC 第1シードでプレーオフ出場を果たした。プレーオフでもデンバーブロンコス、 ボルチモア・レイブンズを破り4年ぶり7回目のスーパーボール出場を果たした。ビルベリチックがヘッドコーチになってからでは5度目の出場となるがこれはトム・ランドリーと並ぶ史上2位である。チームは NFL3 位の513得点を挙げた。12年目の QB トム・ブレーリはパス成功率65.6%で自己ベストの5246ヤード 39td。39 12INT で q b レーティング105.6、ランでも109ヤードを走って 3TD を上げて7回目のプロボールに選ばれた。ブレーディのメインターゲットの WR ウェイスワルカーは NFL トップの122回のキャッチで1569ヤード、9TD を上げてプロボールに選ばれた。テロブ、グロンコースキーはいずれもタイトエンドとしての NFL シーズン記録となる1327ヤード、17TD を挙げて、プロボールに選ばれた。もう一人のアーロン・ヘルナンデスは79回の、キャッチで910ヤードを獲得、7TD を挙げた。またベテラン WR ディオン・ブランチが51回の、キャッチで702ヤード、5TD を挙げた。シンシナティ・ベンガルズから加入したチャド・オジョシンコは、限定的な起用にとどまった。 ランでは、ベンジャービス・グリーン・エリスが667ヤード、11td、ステバン・リドリーが447ヤードを走り、ダニー・ウッドヘッドが、ランで351ヤード、キックオフで437ヤードをリターンした。オフェンスラインでは、ローガン・マンキンス、ブライアン・ウォーターズの2人が、プロボールに選ばれた。ディフェンスでは、ビンス・ウィル・ォークが点五サック、2インターセプト、 1>, 1ファンブルフォースを上げてプロボールに選ばれた。またアンドレ・カーター、マーク・アンダーソンがそれぞれ10サックにファンブルフォースを上げた。彼らの後ろでは LB ・ロブ・ニンコビッチが74タックル、6.5サックにインターセプトを上げた。ディフェンスバックでは入団から3シーズンでわずか1回のインターセプトであったカイル・アリントンが NFL トップの7インターセプト、 チームトップの88タックルを挙げたが、人材不足により WR のジュリアン・エデルマン、マシュー・スレーターも起用された。シーズン開幕前にロバート・クラフトオーナーの妻、マイラが亡くなったため、このシーズン選手たちは、彼女のイニシャルである、MHK というワッペンをつけてプレーした。QB ・マニング・ RE、ピエール・ポール・ジャイアンツは6勝2敗と、ースタートを切ったが、その後4連敗するなどを苦戦。 最終節、8勝7敗で並んだ、同地区のダラスカウボーイズとの直接対決を31から14で勝利し、9勝7敗で NFC 同地区優勝を果たし、2008年以来となるプレーオフに第4シードで出場を果たした。プレーオフでは、アトランタファルコンズを24から2、シーズン15勝1敗の成績を挙げた、グリーンベイパッカーズを37から20。 13勝3敗のサンフランシスコフォーティナイナーズをオーバータイムにローレンスタインズの決勝 FG により20から17で破り5度目のスーパーボール出場を果たした。1978年にシーズン16試合制が導入された後9勝7敗でスーパーボールに出場したのは第14回スーパーボールでのロサンゼルスラムズ。 第43回スーパーボールでのアリゾナカージナルスの2チームのみでいずれも敗れている。QB イーライ・マニングはこの年ほとんどのカテゴリーで自己ベストの成績を上げ、チーム記録となる4933ヤードを投げて、29TD、16INT、QB レーティング92.9でプロボールにも選ばれた。WR ・ビクター・クルーズは82回のキャッチで、 チーム記録となる1536ヤードを獲得 9td を挙げた。他にもハキーム・ニックスが76回のキャッチで1192ヤード 7td、マリオ・カニンガムが39回のキャッチで523ヤード 4td、で、ジェイク・バラードは38回のキャッチで604ヤードを獲得した。RB ・アーマド・ブラッド賞は足の骨に ヒビが入り4試合に欠場したが、ランでチームトップの659ヤード、9td を上げるとともに、レシーブでも34回267ヤード、2td を上げた。またブランドン・ジェイコブスは571ヤード、7td を上げた。ディフェンスでは、ジェイソン・ピエール・ポール、押し目によららディフェンスラインが活躍を見せた。ジェイソン・ピエール・ポールは86タックルに加えて、 NFL4 位の16.5サック、23ロスタックルなどを挙げて、プロボールに選ばれた。また夢にオーラは9サック、2ファンブルフォースを挙げた。またディフェンスバックでは、コリー・ウェブスターが自己ベストの6インターセプト、ケニー・フィリップス、アーロン・ロスがそれぞれ4インターセプト、エス・アントレル・ロールは2インターセプト、チームトップの96タックルを挙げた。チームは、レギュラーシーズン、 394得点、400失点であったが、スーパーボール出場チームが得失点差でマイナスとなるのは初のことである。AFC 第一シードのペイトリオッツは1回戦を免イ助され、ディビジョナルプレイオフでは、ティムティーボーに率いられたデンバーブロンコスとの対戦で、トータルオフェンスで509ヤードを獲得、45得点、35点差という、 チームのプレーオフ新記録を上げて45から10と圧勝したブレーディはパス25回中18回成功246ヤードを投げ前半だけで 5td を上げたまたディフェンスはティーボーにパス26回中9回しか成功させず5回サックを見舞った AFC チャンピオンシップゲームはベイトリオッツと AFC 第2シードのボルチモア・レイブンズと対戦した ブレーディの1ヤード、TD ランで23から20となった後、レイブンズ最後の攻撃は敵陣14ヤードまで攻め込んだ後、スターリング・ムーアが2連続でパスブロック、そのうちの1回は残り22秒からリー・エバンズを狙ったパスをエンドゾーンでカットした。ビリー・カンディフが同点狙った32ヤードの FG が大きく左に外れて、ペイトリオッツが スーパーボールに進出した。NFC では第4シードのジャイアンツが第5シードのファルコンズをメットライフスタジアムで24から2と破った。この試合でイーライ・マニングは 3td、インターセプトなし、ディフェンスは相手オフェンスを無得点に抑え、マニングのインテンショナルグランディングセーフティによる2得点しか与えなかった。ディビジョナルプレイオフでは前年スーパーボールチャンピオンで、 NFC 第一シードで15勝1敗でシーズンを終えたグリーンベイパッカーズと対戦前半終了間際にマニングからハキーム・ニックスへのヘールメアリーパスが決まり20から10でジャイアンツがリードして折り返したジャイアンツはアーロン・ロジャースを4サックするなど封じ37から20で勝利した NFC チャンピオンシップゲームでは NFC 第2シードのサンフランシスコフォーナイナーズと対戦した。オーバータイムまで持ち込まれた試合はパントリターナーのカイル・ウィリアムズがジャキアン・ウィリアムズによりボールを失い、ジャイアンツが敵陣24ヤードでボールを奪った。最後はローレンス・タインズが31ヤードの FG を決めて、ジャイアンツが20から17で勝利した。 第42回スーパーボールと同じ組み合わせとなった、この試合はペイトリオッツがパーフェクトシーズンを阻止された4年前の雪辱を果たせるかどうか、ブレーディとマニングの2人が注目された。スーパーボールウィークの1月31日にはインディ500で知られるインディアナポリスモータースピードウェイメディアパーティーが行われ、NFL 全32チームや第46回スーパーボールのカラーに塗られた。 レースカーが人気を集めた。またスーパーボール2週間前の AFC チャンピオンシップゲームで左足首を負傷したロブグロンカウスキーの回復具合にも注目が集まった。他にも2勝14敗に終わった地元チームインディアナポリスコルツのスーパースターでイーライ・マニングの兄でもあるペイトン・マニングの去就についても大きく報道された。また引退後に健康障害を訴える選手たちを サポートするための団体、NFL アルムナイアソシエーションによる結成の記者会見も行われた。ペイトリオッツがコイントスに勝ちキックを選んだ。それまで NFC のチームがコイントスで続けていた連勝が14でストップした。ジャイアンツは最初の攻撃で敵陣33ヤードまで攻め込んだが、そこでペイトリオッツが踏ん張り。 マーク・アンダーソンのサックなどで FG 圏内からジャイアンツを押し出した。ここで登場したジャイアンツのパンター、スティーブ・ウェザー・フォードは絶妙のパントを見せて、ペイトリオッツは自陣6ヤードからの攻撃となった。続くペイトリオッツの攻撃で、ジャイアンツのジャスティン・タックが強烈なパスラッシュを見せて、ブレーディはエンドゾーン内でインテンショナルグラウンディングの反則を犯し、セーフキとなり、 ジャイアンツが2から0と先制した。ジャイアンツはアーマド・ブラッドショーの24ヤードのランなどで9プレイ78ヤードを前進。最後はビクター・クルーズへの2ヤードの TD パスで9から0とリードを広げた。続くペイトリオッツのドライブはベンジャーバス・グリーン・エリスへの7ヤード、ディオン・ブランチへの15ヤード、ウェズ・ウェルカーへの19ヤードのパスなどで敵陣11ヤードまで前進。 スティーブン・ゴストコースキーの29ヤードの FG で9から3と6点差に迫った。お互いにパントを蹴り合った後、ジャイアンツのウェザー・フォードは、またしても見事なパントを蹴り、ペートリオッツは自陣4ヤード地点からの攻撃となった。このドライブをペートリオッツは前半終了間際、ダニー・ウッドヘッドへの TD パスで締めくくり、スーパーボール記録体の96ヤードの TD ドライブを完成。 9から10と逆転した。このドライブでブレーディは8本連続でパスを成功、71ヤードを前進させている。第3球、ペートリオッツは、チャドをチョシンコへの21ヤードのパス、グリーンエイリスの2回のランで25ヤードを前進し、アーロンヘルナンデスへの12ヤードの TD パスで9から17、とリードを広げた。ジャイアンツもゼレル・ジャーニーガンズの34ヤードのリターンで、 自陣35ヤード地点からの攻撃を開始、ローレンス・タインズの38ヤードの FG で12から17、と追い上げた。そしてペイトリオッツの攻撃を3回で終わらせ、ゾルタン・メスコのパンとウィル・ブラックモンがリターンし、敵陣47ヤード地点からの攻撃権を手に入れた。ジャイアンツは、タイトエンドのベアー・オパスコーへのパスで、ペイトリオッツ9ヤード地点まで前進したが、 第3ダウン第4球はじめ、ジェイス・ブラックバーンが、ログ・グロンカウスキーと競り合って、自陣8ヤード地点で、ブレーディのパスを、インターセプト、ベートリオッツの追加点を防いだ。ジャイアンツは続くドライブでパンと、残り10分を切ったところで、ベートリオッツは、自陣8ヤード地点から攻撃を開始した。残り4分6秒に、ベートリオッツは、敵陣44ヤードまで攻め込み、 第2ダウンに、ブレーディが、ノーマークのウェズ・ウェルカーにパスを投げた。このパスが成功していれば、ベートリオッツは、ファーストダウンを更新、ジャイアンツにタイムアウトが1回しか残っていないことから、勝利に大きく近づくところであったが、ウェルカーはこれを痛恨のキャッチミス。ベートリオッツは、ファーストダウンを更新できず、パントに終わった。残り3分46秒を切ったところで、イーライ・マニングが、 サイドライン際のマリオ・マニンガムに38ヤードのパスを成功。このプレーに対してビル・ベリチック・ペイトリオッツヘッドコーチはチャレンジを要求したが判定は覆らずタイムアウトを1回追加した。さらにマニンガムへの2本のパスで18ヤードを前進、ハキーム・ニックスへの14ヤードのパスでペイトリオッツ陣18ヤード地点まで前進したところで2ミニッツウォーニングを迎えた。その後、 ゴール前6ヤードまで攻め込まれたペートリオッツは反撃する時間を確保するためにアーマドブラッドショーのランをわざと止めずにタッチダウンさせ17から21とし57秒を残して最後のオフェンスに勝負をかけたペートリオッツの最後の反撃は自陣20ヤード地点からスタートした最初の2回のパスは不成功第3ダウンに ジャスティン・タックがブレーディをサックスし6ヤードロースさせたところでベートリオッツは最後のタイムアウトを取った第4ダウン16ヤードでブレーディはディオン・ブランチへのパスを成功させブランチはアウト・オブ・バーンズに出てベートリオッツは自陣33ヤード地点まで前進したさらにアーロン・ヘルナンデスへの11ヤードのパス成功ジャイアンツは12人の守備選手をフィールド上に置く反則を犯し 残り9秒でペイトリオッツは自陣49ヤード地点まで前進した。ここでパスを1本失敗した次のプレイで、ブレーディはヘイルメリーパスをエンドゾーンに向けて投げたが、失敗に終わり、ジャイアンツが21から17で勝利、4年ぶり4回目の優勝を果たした。MVP にはパス42回中30回成功、296ヤード。 HTD を投げたイーライ・マニングが選ばれた。試合開始前のセレモニーでは、カントリー歌手のブレイク・シェルトンとミランダ・ランバートがアメリカ・ザ・ビューティフルを歌った。アメリカ国家聖賞はケリー・クラークソンが行うこととなった。ハーフタイムショーに登場したマドンナ・マドンナがブリジストン第46回スーパーボールハーフタイムショーに出演されることが12月4日発表された。 ジェイミー・キングとシルク・ドゥ・ソレイユによって構成されたショーで、マドンナは、MIA、ニッキー・ミナージュなどと共演し、ボーグ、エクスプレス・ユア・セルフ、ライク・ア・プレイヤーなどを披露した。なお、ハーフタイムショーでは、MIA が放送禁止用語を歌ったり、中指を突き立てる卑猥なポーズを行ったことから、NBC は、不適切な映像を放送したと謝罪をしている。ビンス・ロン・バルトロフィーを、 ロジャー・グッテル・コミッショナーに届ける役に、プロフットボール殿堂入りを果たしている WR、レイモンド・ベリーが決まっている。全米では NBC が放送を担当、サンデー・ナイト・フットボールコンビのアル・マイケルズが、実況、クリス・コリンズワースが解説、地元、コルツのヘッドコーチとして、第41回スーパーボール優勝を果たしている、トニー・ダンジーが、スタジオ解説を行った。 CM の放送枠は63あるが2011年の NFL シーズン開幕直前までに5つの放送枠を除いて埋まった。平均放送権量は史上最高額である30秒1回350万ドルになるとみられている。ペプシの CM では FOX の X ファクター優勝者メラニー・アマーロが出演することが決定している。 この放送は2013年5月7日に発表された第34回スポーツエミュー賞において最優秀中継特別番組賞を受賞した。ありがとうございます。